ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞論説員の鹿間光一さんですさあ今夜は何が見えたでしょうかちょっと今まで怒ったばっかりだったんで、はい、これからは同じスポーツでもちょっと楽しい話をしたいな明るいスポーツ、はいうん、明後日5日に高校野球が開幕しますよね第100回大会1回 記念大会ということで、まあ、あの史上最多56個の代表がまあ甲子園に結集する集結するというまあ暑いですけどね,ね夏の甲子園はまあ暑いのしゃあないなと僕も思ってんだけどでも今年に限ってはね、うん、まあ楽しみということでその100回をねちょっと振り返ってみたいと思うんですけども100回ということは第1回があったわけですよね。第1回っていつどこで やったか。なんか甲子園じゃなかった,かっ,た、ね、っていう話は聞いたことがあるんですけども、うん。どこが優勝したか知ってます。京都。そうなんです。はい、1> 第一回大会っいうのは大正四年千九百十五年にですね。大阪の豊中でやったんですね。豊中で、うん。で、京都日中。はい。今あの京都府立鳥羽高校。ですけどね。が優勝した。これね、いきさを言いますとね。<laughs> まあ、あの。 うん、まあ野球が入ってきてですね日本に、えーまあ、学生野球が中心でしたけども、はいえー、中等野球というのをですねそこそこ、まあ、いろんなところに。 えー、野球部というのかチームができてですね、まあ、盛んになりつつあったその時代あのーまあ、第一回大会した、えー、京都日中京都っていうのは結構ね、うん、野球が強かったんですよ、はいえー、高校高等学校で言いますと三高ですよねまあ兄弟の前身になりますけども、えー、三高の野球部っていうのは非常に強いでその三高の野球部の選手たちっていうのは大体京都日中から。 てきいるととうことですね京都日中が、まあ、日本、まあ、全国で一番強いんじゃないかといわれた、はい、で近畿地区だけでの大会はあってですねまあそういう実力を見せつけてたんだけども、まあ、なんとかねこの実力が全国一であるということを示したいと、うん、全国大会やらないじゃな、ね、いるやろうじゃあないですかそう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 いうことでですね、えー、話があ持ち上がってですねで、まあ、各地区 地方に参加を呼びかけけたわけで,す、ね、でまあ地方予選をやっところもあるし、まあ、ここを代表に送り込むよというようなところもあって、まあ、10校が参加してですね10<校>、うん、でまあ第1回大会を開いたと、まあ、全国中等学校野球大会ですね、まあ、それを豊中のグランドでやったということですね。 で決勝戦はなんと京都日中が勝ち上がったんだけども相手はですね秋田中学、うん、東北の、はいうん。ということでまあ意外な対戦でしたけども、まあ、京都日中が勝ったということですねまあそこから歴史が始まったということなんですけども僕はね夏の高校野球なぜこんなにね盛り上がるのか、はい、盛んになったのかいくつか理由があると思うんですけどもまず。 一一つは第一は第ですねやっぱり夏のこの時期、えー、ちょうどお盆の時期ですよね、まあ、夏休みということがあるんですけども、まあ、この時期にやるということがね、えー、一つ大きな理由じゃないかな。のえー、作詞家の悪友さんという方がで、ねはいらっしゃるんすさんはも高校野球大好き大ファンで、あのー、ずっともう夏の甲子園を観戦して「甲子園の歌」というね、あのー、文章をスポーツ紙に えー、ずっと書かれてたもうあの全、ー、試合を見たという風に言ってらっしゃいましたけどねすごい愛ですよね。うん、で阿久さんいくはですねこ夏の甲子園っていうのは藪入りであると藪入,入りっていうのはね要するに地方から出てきて、まあ、大阪でも東京でも、まあ、高校仕事、まあ、働いてる、はい、まあその人たちがまあそのお盆夏休みをもらってですね 田舎に帰るわけですね、うん、でその懐かしい郷里の人たちとひとときを過ごす、はい、まあ友達なり親戚なりとですねやあや元気かという挨拶を交わすと、まあ、そういう期間なんだけども、まあ、それを甲子園が代行してるつまり郷土の代表が出てきてるその試合を見に行くと、はい、その応援席というのはですね自分の故郷なんだと。 まあ、そこで、まあ、その久しぶりに、その故郷の空気を。吸えるということが一つ大きい。そっか、故郷に帰ることができなくても、うん、郷土を味わうことが。できるそれと、まあ、今言いましたけども、ということは。要するに、各府県、都道府県。から代表が出てきてるっていうことですね。はい、だから、自分の故郷の代表が必ずいる。 ととということが前提としてありますね、えー、ものすごい気になりますもんね,ねどうかな今日はな、うん、って言ってね。うん、でね僕ねあのこういう見方もあるんですよ。例えば、えー、要するにその県によってはですね、はい、その予選を戦う学校数が随分バランスが悪いんじゃないですかと。 例えば要するに少ない学校の基礎技の中から代表校が選べれてることもある、はい、その何百個もいる中からです、ね、やっと勝ち上がって代表になるところもいるこれはまあ一票の格差じゃないけども不公平じゃないですか格差があるんじゃないですかという議論もあるあるいはその今やその地方の甲子園に出やすい学校にはですね まあいわゆるえ都会というのかそ,のまあそういう競争の激しいところからですね野球留学というのがその行ってですねそこでえ来てきた出てきた代表校っていうのはですね何もその県の,その地元の校ばっかりじゃないと。 どうもその,郷土の代っていう、まあ、そういう意見もありますけどもねでもやっぱりあの感情移入する時に、はい、まあ僕は大阪にいますけども出身は北海道ですよねそうするとやっぱり北海道代表が来るとですねやっぱり地元の高校というか 自分のやっぱり郷里の学校って応援したくなるわけですよ。そうですよね。私も三重の学校であるとか、うん、まあ奈良住んでいた奈良の学校っていうのは気になるところですものね、うん。ですよね。えー、まあそれがもう一つの理由。だから最後はやっぱり甲子園という魅力ですよね。甲子園そのもの。うんうん、うん。だからあのこれだけ夏この暑い時にですね。はい、あの炎天下でね試合させるのは気の毒だと。まあ選手の健康も気になるということでね。例えばドーム球場でやったらどうか。 ということがこういうとしてあるんですけどもうんうんでもこれじゃあねやっぱりその高校野球の一つの大きな価値がね失われると思うんですよね。あとは試合のやり方ですね。だから午前中もっと早い時間でやってもいいんじゃないかあの東日本大震災が起きた時にあの夏電力事情が悪くなるということでねあの昼間よりもむしろ早めにやって。 あの夏の,あの昼間のピークの,あの電力ピンチを防ごうじゃないかっていうことも行われましたし、えー、まあやり方としては <coughs> 泣いたというか夕方からの試合もね増やしてもいいんじゃないかっていう気もしますけども。うん、対応の方法としてはいくつかあるけれど、うん、も。ということですよね。うん、それでまあ最後にね僕はい、思うのはみんな誰しも。 やっぱり自分の甲子園。のがあるんですよ自自分分ののの甲子園、うん、自分の思い出試合その試合のを思い出すことによって、はい、その時代に自分が入り込んでいけるあの時自分はこうだったっていうのはですね高校野球と重なるわけですよ。そっかだから、まあ、破りでありタイムマシーンであり、うん、みたいな、うんうん。みたいなね。はい、でじゃあどの試合だということになる。僕の場合はね あの、やっぱ昭和四十年の、決勝戦。青森の三沢高校と、松山商業の。決勝戦、引き分け再試合をやった、あの試合がね、一番思い出深い。というのは、僕の学年なんですよ、うん。あ、そういうことなんですね。うんうん、で、私もね、実は高校球児なんです。あ、そうなんですか。うん、だから、ちょっとだけね。 もう1年生くらいで辞めちゃったんだけどたあったんですよ<ー>だからそれを重ね合わせてやっぱりねあの太田投手っていうのはです、ね、僕らのアイドルでもあったんだけども、まあ、ただね彼かっこよすぎて、えー、要するにキャッキャッキャッキャキャコちゃん人気ということで <laughs> あの僕らの同級生の女の子なんかもキャッキャいいもんだから、はい、ちょっとやっかみ嫉妬してしまいましたけどもね、えー、だからそういうことでやっぱり甲子園あの試合 あの時代っていうことになると、僕はあの高校3年生のあの時に戻れる。だから、皆さんね。そういう試合をお持ちじゃないかなと思うんですね。だからこれから100回を超えて新しい何かが出てくるとは思いますけども、まあ、そういう歴史がね。折り重なっていっての100回大会で、はい、どうですか？松本さんも多分ね。うん 終わりになると思うんですけども、うん、まあこれからどういう試合が生まれるのか楽しみにしたいなとだからあさってから甲子園には1回はね,ね暑いですけどね、うん、行ってみたいな熱中症対策存分に、ねうん、あの万全にしてお出かけいただきたいと思います。